劉桃団橋は台湾内栗県三義橋、劉桃村にある鉄道橋の遺構である。古くは魚富士壺団橋と呼ばれた。1908年に台湾総督府鉄道が中貫線を全線開通させた時に作られたレンガ製のアーチ橋であった。1935年の新築、台中地震で破損、団橋となり、 1999年の921大地震によって、さらに一部が崩壊した。三吉五の観光名所の一つである。中央の鉄橋部分については、徒化する影山系の別所及び数キロ南側にある内社、川鉄橋に対しての故障として、内社側第二鉄橋とも、重関線は西側に新しい鉄橋をかけて1938年に復旧した。 1998年に対中線の伏線加工時により三吉交差都間が新線に切り替わり廃止された。この区間は旧山線と呼ばれ観光用鉄道として2010年6月5日に復活再開した。劇物ロテノンを天然に含むデリス属の植物は高砂五族によって魚富士と呼ばれていた。原住民による開墾時に 沼の守護いによる害を治めるために魚富士の毒で退治を試みた。産地で多用されていた地名としての壺を五瓶につけてこの一帯は魚富士壺と呼ばれるようになった。戦後に村を設立した際に竜島へと改められた。旧山線167信号場南側に位置する。1907年に当時の金額で総額122,514円を投じて、 建設された。全体で北から南に向かって、下り勾配となっている。橋脚8本と、桁5本で構成され、全長は544.0フィート。中央部は、桁長62.4メートルの、アメリカンブリッジ車線鋼材を用いた上地四季ボルチモアトラス橋を挟んでガーダー橋、南北両端は、レンガ橋の組み合わせだったトラス部分は、セオドアクーパー。 チャールズ・シュナイダーによる設計。レンガアーチ橋の橋脚は、北部が4本、南部が2本で構成され、北側のアーチ橋は、緩いカーブになっていた。側の橋脚と橋台は、長年の放置で樹木の根や鶴が絡みついている、この区間に限らないが、重間線は資材をすべて日本から搬入したため、ダク港に近い南部と、キールン港に近く、 新庁の軌道インフラを流用できた北部は比較的早く開通した。最も難易度が高かったのは現在の旧山線を含む苗栗と豊原の間だった。工事は総督フリンジ台湾鉄道不設部公務課三佐が出張所が担当した。三佐がと放浪間に軍事促成線として軽便鉄道と資材運搬線が先に建設されることになり、それらを用いて 日本から持ち込まれた資材が搬入された。京弁鉄道は9キログラムレール、基間4 9 5ミリメートルの伏線で、内車側と対安系北岸までの支線があった。ありがとうございます。